こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で稼げてない方のですね、よくある間違い、3つあるんですけど、その2番目、仕入れた商品は素早く売り切ると。これやってたら稼げないです。仕入れた商品は素早く売った方がいいんじゃないのと、ね、いう意見が多いと思うし、何言ってんのという気がすると思うんですけど、仕入れた商品はですね、素早く売り切ってはいけないです。というか、値下げしちゃいけないってことなんですね。仕入れた商品がすぐに売れて、売りたい金額で、高く出した金額で売れたら、それは OK です。ところが、売れてないのをですね、他の出品者が下げてると、ね、値下げ競争に自ら突っ込んでっちゃったりですね、あるいは早く売り切りたいと、まめに値段をチェックすると。これはですね、メリットよりもデメリットの方が大きいです。一番代表的なデメリット。値段を下げちゃうと、売れても再仕入れはできないです。これ痛いですね。あと、値下げしなくても売れるのに値下げするってことは、みすみす取れるはずだった利益を取れなくしちゃいます。それから、まめに値段を見てると、時間と無駄と。ね。もう、出品したら3ヶ月くらいはほったらかしでですね。で、時間があるときには、もう、補充する商品。またね、補充してじゃないか。販売して、補充できる商品。売れたらまた仕入れできる商品をいかにたくさん見つけるか。まずそこに注力してください。売れない商品をね、どうやって売り切ろうかとか、そういうところに力を入れると儲かりません。で、何より大切なのは、高く売れる商品を見つけること。ね、換金を早くするのが、重要じゃないです。高く売れる商品を見つけるのが重要です。これがね、仕入れた商品を素早く売るっていうのに夢中になっちゃうと、値下げしちゃうんで、みすみす高く売れる商品を下げて安く売っちゃうと。安く売ると再仕入れできないと。悪循環にはまります。結構ね、まめな方は、この売れない商品をどうしようかって方に注力しちゃうと、全然稼げなくなります。これはね、本当意識してというかね、まめに言わないと、普通はね、売れ残りは嫌だし、在庫持ってたくないんで、早くお金にしちゃいたいというのでね、まめに値段下げちゃう方多いんですけど、まめに値段下げてる限りは、全然儲かりません。儲けにくいです。そんなわけで、一見もっともらしいんですけど、仕入れた商品を素早く売り切るというのは、NG、間違いです。仕入れた商品を、素早く売るんではなく、高く売れる商品を見つけると、そこに注力します。微妙な違いなんですけどね。言葉で言うと微妙な違いなんですけど、具体的に、こういうケースはどうしますかというのをご質問いただいて、何度か、あるいは何十回か、やり取りしてると、だんだんコツが分かってきますんで、お気軽にね、個別の商品でこれどうしましょうという質問も大歓迎ですんで、どんどんご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。